強い寒気が入り込み、長野市では平地でも雪が降りました。真冬の冷え込みで熱々グルメの売れ行きが好調です。ふうふうふう、こう寒いと熱々が余計に美味しく感じますよね。今日はおでんの日です。しみしみ。ここは長野市の老舗そば店ですが、そばに負けず劣らず人気なのが店内で火にかけたおでん。鍋の中からセルフで取るのがここのスタイルです。普段作るのよりはすごい味が染みて美味しかったです。2月22日はにゃんにゃんにゃんで猫の日ですが、ふうふうふうでおでんの日でもあります。泊まってた場所が帰りに雪降ってて寒かったんで、なんかあったかいもの食いたいなってなったんですけど、午前中は長野市街地でも断続的に雪が降りました。最高気温は長野で 4.7 度、松本で 4.1 度、軽井沢でマイナス 1.2 度など広く真冬並みの寒さに。気温が下がるとおでんの売れ行きが好調です。まあ寒い方が出ますよね。やっぱりガスじゃなくてレンタンでやってるから、あのじっくりと火を通してあの味つく感じですよね。そばつゆを使ってじっくり煮込んでいます。注文は天候に大きく左右されます。今日ほとんどの人が頼んでいたのが、温かいそば。そば粉7割、つなぎ3割の七三です、ね、雪降ってたんでね、まさかここまで寒くなると思わなかったので、はい、とても暖かくていいです。あ、寒い時はやっぱり温かいのも美味しいから、この先もしばらくはおでんが売れる寒さが続きそうです。